にちは。俺がユーティー・ジェダミの調子どう行くぜ、今夜もお前の。クライントークら真面目なトークまで。いっそ飛ばしちゃえてんまで。みんなから感想や意見、受け付けるぜ。そんなの来ねえぜ、絶対。ということでですね、今回は二刀流じゃない。おなすとを語りたいと思います。おなすとっていうのは僕が作った、まあ、造語なんですけれども、造語で申し訳ないんですけど、こんな言葉はないんです、ね。オナニーストライクっていうので、はい。まあ、モンスターストライクってモンストっていうのはあるんですけど、あれは決して僕はあれはパクってないです。はい。オナスト。はい、で、オナストって何なの？っていうことなんですね。オナストって何？オナストってオナニーっていうことなんですけど、実は僕、オナストを経験してます。けど、最近はこれが薄れてきてきました。オナストって何なのかっていうと、これに言葉がなかったんですけど、実は、前頭葉が関係してるのかな？わからないですけど、会話は関係ないと思うんですよ。会話記憶だから。皆さん、自動車なんかでこう、エンストってありますよね。こう、車が止まっちゃう。ガクンガクンガクンって止まっちゃう、ね、坂道なんかで。で、その時、まあ、ギアを戻したりするんですけど、オナニーした後に人間っていうのは、車みたいにエンストみたいなのが起こるってことで、話したいんですけど、実は僕、布団オーナーっていうのをよくやってまして、この布団オーナーっていうのは僕の高校生からですね、もっと前かな、2003年ぐらいかな。やってたんですけど、まあ床オーナーから布団オーナーになって、風呂オーナーになって、僕の場合最終的に今は、手でできるようになったんですけど、だから4段階進化して、まあ廃墟バイオハザードのタイラントみたいにこう最終形態で今できてます。はい、でオナストって何なのって言うと、オナニーをしてしまった後に起こるやる気のない脳を指します。夜中にしてしまった後、こう、布団なんかでやった場合、うつ伏せで、ね、布団に床をなしてしまった時、なんかもう、そのまま出した後って、こう、ちょっと眠くなりますよね。こう、もうやる気ないってって。もうこのまま寝ちゃおうかなって、もう、今日日曜日だし、サザエさんも見なくていいから、もう何もやる気ないわ、つってなんか、もう、女性なんかどうでもいいわってなったりしませんかね。出しちゃった後は。その前はもう興奮してるんですけど。その脳、オナニーをしてしまって出した後って脳に伝わるじゃないですか。気持ち良さとか、この、快感みたいなのが。僕は最近それが出した後でも、全然脳が反応しなくなってきたんですよね。なぜかわかんない。もういいや、何もやる気が起きないってなってね。例えば、電車でもこう貨物列車が連結してて、走ってる時に、その線路の上に、置き石みたいなのがあったら、ストップしないとぶつかって、貨物がひっくり返っちゃいますよね。だからそれを、オナにしてしまった後にも、なんか脳にそういうのが伝わって、もうこれ以上やんなくていいよっていうふうに問いかけられてる。伝達発信機能がですね、人間にもついてるということで、こういうのを書いてみました。はい。ちょっとごめんなさい。イラストが本当に下手くそなんですけど、オナスト、もうやる気が起きない。ね。下の電車なんですけど、連結してる時に岩があって通れない。こういうことなんですね。はい。だからやる気が、起きなくて、ああ、もういいや、ってなっちゃう。そういうのをオナストっていうのだと僕は、思います。はい。そのまま2、3時間寝ちゃったこともあるんですよ、布団の上でね。うつ伏せのまま。なんかこう動くのも立つのももう面倒になった感じでした。はい。それでね、なんでだろう
って思ったらそういうのがあるんですね。で2回連続なんかマシちゃんも、持ってるのからと。できるわけないと。はぁ、ナストですよ、ナスト。ねえ。やっぱ魚を食べるとね、ムラムラするね。さっきも、カラフトマスのアケボノっていう鮭の缶詰を食べたんですけど、肉厚で、鮭、カラフトマスが丸ごと入ってるのを食べたんですけど、すんげー性欲が上がってきました。魚食べるとすぐだもん、もう2、3、2、1時間経たないうちに性欲が、あとシーチキンとか、だから、ちょっとね、これリアルな話になっちゃうけど、やばいやばいよ。リアルな話になっちゃうんだけど、ね。鉄郎が言うけどさ、やばいやばいよ。布団があるわけだよ、布団がね、こうやってね。やばいやばいよ。で、ティッシュかなんかこうやって置くわけよ。これティッシュね。あ、見えてないか。見てねえや。スマホ置くわけよ、これ。スマホ。今、スマホみんなやってるでしょ？プレイストアとかで、モンストとか。僕はゲームやんないけど、モンストとか。そんで、スマホでこれで、こう、擦りつけるんですよね。腰を。みんなもやったことあるよ、布団オーナーって。ただ、周りに話すのが恥ずかしいだけですから、こういうのはやってるって人には言えないけど、僕はもうバレてる、バレてるのバレてる。ね、バレてる。ですけど、やっぱり、こういう風に布団オーナーって、だから、例えばだよ。あ、例えばです。すいません。例えばですね。これは布団。布団を敷くわけ。汚い布団の方がいいな。うん。あんまり汚いとダメだけど、こう使い古しの布団を持って。で、この腰のところを擦るわけで、このところを重心をここにかけて。まあ、ただもううつ伏せに寝ればいいだけだ、布団の上にね。で、これは寝るときは絶対使わない。もう、オナニー専用布団で、物置とかに入れておく。で、スマホを、これ、ティッシュを置いて、スマホを立てられるティッシュを置いとくんだよ。で、スマホをここに立てて、X ビデオとかエロビデオを見ながら、動画を見ながら、自分はこうやってうつ伏せのままこうやって見られるわけですよ、スマホ。で、これで布団を出して、で、出しちゃったらもうこれ寝ちゃう感じなんですよ。自分は。うん。そういう感じです。で、これを2003年の中2ぐらいからかな。あ、中1だったけど2002年ぐらいからもやってたかもしれないですね。結構ね、古いやり方ですけども。なんかね、こういうのを見てると海から上がってきた人類の進化してる感じだね。なんかオタマジャクシからカエルになって、カエルから動物になって、なんか猿になって、猿から人間になったみたいね。最初床だったからね。床から布団という陸に上がってきて、それからお風呂というものにこう上がってきて、最終的には自分でできるようになったという。布団オーナーですね。ということでですね、はい、長くなりましたけども、ありがとうございました。はい。実は僕も布団オーナー卒業してます。去年卒業したんだよな。もう廃棄場に布団出してしまったからね。使える布団もなくなってしまったから。はい。こうです、こうです。はい、僕、階級としては、オナキンで、レベルとしては天使ぐらいになりたいかなって思ってて。天使か、まあ、ジェダイ騎士のレベルに達したいな。それには、1000日ぐらいやんなくちゃいけないから、もう3年は、オナキン、1日も休まず続けないと、我慢汁も出さずに。それはね、もう神の領域だから、
で、あとはどうやって上がるかって言ったら、そのレベルを高めるためには、人にこう話して影響力を与えて、自分がちょっと有名にならない、そのオナキン界で有名にならないとレベル上がりませんから。あの、クソ丸さんなんかもオナキン界では知らない人がいないじゃないでしょうかね。知らない人結構いると思うんですけど、でも一部のファンはすごい、クソ丸さんが元祖だっていうふうに言ってるんですよ。本当に。で、川島エイジさんの方が YouTube で動画上げて、あの人もまあ、YouTube の動画では古い方なんですけど、あの方は、もっと上を今度、すごくいけば、例えば、再生回数10万回とか、20万回とかいったら多分おそらく、フォースぐらいにはなると思うんですよね。フォース、まだなんないか。フォースぐらいになってもおかしくない。ですよね、うん。スーパースターだまではいけるんじゃないかなと思います。まあいいでしょう。はい、ありがとうございました。